始まりました。はい。プラスですね。を、ご覧の皆さん、引き続きこんにちは。ダンスダンスレベルのスーパーノバ2を走りますゆきと申します。よろしくお願いします。解説は、この方に、来ていただきました。ゆうだいさんです。はい、先ほどぶりですね。ゆうだいと申します。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。引き続き、ピーマニプロリーグ大好き、はい、大好き、大好きお兄さんが2人やってきましたよ。頑張らせていただきたいな。頑張りたいと思います。そうですね、早速もうゲームカテゴリーの説明だけちょっとしたいですね。はい、お願いします。ちょっと説明に時間を使わせていただきます。はい。ダンスダンスレボリューションスーパーノバ2というバージョンを今回走らせていただきます。こちら2008年発売の作品で、家庭用の DDR では、先ほどのコースミックスから続いて、まあ、おなじみになりつつある、条件クリア型のモードとして、このバージョンではハイパーマスターモードというものが存在します。で、このバージョンに限ってですね、国内だと、ダブルプレイのミッションモードが存在しますと。ダブルプレイというのは、1人で、マットを2枚使って合計8個のパネルを踏むというミッションモードがあるんですけども、それをまず1枚でやります。ゆきさん1枚しかない。まず1枚でやります。わかります。マット2枚使うモードをわざわざマット1枚でやります。なんでなんか遊べてしまうから。そうですね、このミッションモードをダブルのミッションモードを搭載するにあたって、ご家庭だとマット2枚並べられないとか、コントローラー1個しかないとかってお家でもできるように、多分そういうスタッフの優しさで、もしくはクリアしてみろよという挑戦的なもので、マット1枚でダブルができるというモードになっています。ちょっと画面見てから多分そうなって説明するかなと思います。で、まあ、課題としては、まあ、エリアごとに分かれている11個のエリアのボスだけをクリアしていくっていう、全部で10問ですね、の課題をプレイしていきます。では、準備していきたいと思います。お願いします。ですね、このバージョンのタイマースタートは、はい、メニュー画面で丸ボタンを押したタイミングで、スタートになります。はい、ではこの画面からってことでしょうか。そうですね、ちょっとカーソルたまに動かせると思うんですけど、待ってるとあれなので、じゃあ、はい、戻らないうちにカウントダウンいきましょうか。また OK カウントダウン5からいきましょう。そうですね、5カウントでお願いします。はい、ではいきますよ。 OK カウントダウン5 4 3 2 1、レッツゴー、頑張ってください。グッドラック、お願いします。まずはここで、そう、しっかりとシングルではなくダブルを選びます。画面の中の兄ちゃんは、マット2つ使ってましたけれども、ゆきさんは1つでやります。さて、どういう状況なのかと言いますと、まず画面が変わりましてこんな感じですね。矢印が左下上右、これがリセットあります。で、ゆきさんのマットは、例えば左の矢印を踏むと左側と右側の左の矢印が両方反応するようになってます。なので、このモード、このプレイスタイルで求められるのは、矢印がどの位置から上がってくるかは関係なく、とにかく形だけを見て、どのパネルを踏むかを判断するというゲームになります。特に難しいのがこの真ん中の2つですね。向かって右側にあるのが左です。この、いわゆる 1P と 2P のつなぎ目に当たるところなんですけれども、ここを間違えないように踏む、これが、このカテゴリーで特に求められるスキルとなっています。そうなんですよね、まあ、マット2枚を横に並べるというのは結構スペースも取るので、ご家庭だと難しいとかで、まあ、指で遊ぶこともできるんですけれども、じゃあアナログコントローラー2つ持ってやるんかと言われると、それもなかなか難しいということで、後期作ではこのプレイスタイルが、できるように、コナミさんの粋な計らいが、見え隠れしております。さて、この課題なんですけれども、クリア条件は、曲が終わった時の、ダンスメーターが 85% 以上、左側の上にある今虹色に光っているメーターですね、いわゆる体力ゲージとしてゼロになってしまうと失格、今虹色なので 100% です。後半で、見た目に惑わされてミスを出してしまうと、そこから回復しきれないこともあるので気をつけつつ、曲は間もなく終了です。お見事、 PMC かな、もしかして。素晴らしい、
判定が良い方からマーベラスパーフェクトグレートグッドオルモストブーとあるんですけれども、今、一番いい方の判定2つパーフェクトフルコンボを達成しました。さて、間にあるミッションは全て飛ばして、次のエリアのボスミッションに行きます。B の08、ラムール・エトラ・リベルテ、ダーウィン&DJ シルバーリミックスのベーシック譜面、各曲に難易度がベーシック、ディフィカルト、エキスパートとございまして、ダブルの中だと一応この曲で簡単な難易度ということになっています。まだまだ前半戦難易度抑えめで進行していくということですね。条件はマーベラスとパーフェクトを70、合わせて70個以上、そうちょっとなんかわかんないですけど合わせてとそれぞれをね区別しないとダメなんですよこのゲーム。合わせて70個なのでいい判定をたくさん取れば OK です。この曲で流れてくる矢印は全部で126個なので半分よりはちょっと取れないちょっとダメかなって感じですね。この曲ちょっともしかしてさっきの曲よりもスローテンポなのもあって引きつけてから踏んでいかないとグレートになってしまいがちなので気をつけないとダメですね。あとこの曲の特徴的なのはこの一瞬、これはあの曲のいわゆるための部分に合わせた譜面のストップギミックですね。ダンスダンスレボリューション、時々こういうことをしてきます。これはあのミッションモードとは関係なく止まるものは止まるものです。この後もっと嫌なことになった人がありますか。そうですね、今日お見せする中でもいくつかありますね。さて、真ん中のコンボが80を超えていますね。このコンボの表示は、グレート、パーフェクト、マーベラス、この3つの判定であれば続きます。で、まあグレートがまあ20個は見えてないと思うのですでに要求数は達成しています。あとは、左上にあるゲージが、連続ミスでなくなってしまわないようにだけ気をつけましょう。この辺り、普通の、ダブルプレイですと左右への移動が心地よいところなんですけれども、今はマットが一つなので、右側から左側で移動するときに、足の順番を間違えないようにする、ちょっとした脳トレの部分になってしまっています。というわけで126個もフルコンボで、数が足りないということもないと思います。はい、クリアですね、おめでとうございます。リザルト画面のあのヌヌヌヌヌって伸びていくあのメーターが足りていれば OK ですね。さて、C の07ギリギリ門前ジャクラという楽曲のディフィカルト譜面ということで難易度は1つ上がります。条件はグッド以上を取ろう、またフリーザーローでは OK を取ろうとなっていまして、先ほどとゲージの形ちょっと違うの気づきますでしょうか。見づらいんですけれども、4つに切れ込みが入っているのと右側にかける15と書いています、こちら、このゲームに特有のライフゲージとなっていまして、規定にないこと、今回で言えば、オルモストもしくはブーの判定を取ってしまうたびに1個ずつ減ってしまいます。なので、今回お手つきは14回まで OK ということになりますね。あと、課題の中に抱えているフリーザーローというのがですね、長押しの矢印この後で出てくると思います。緑色の長い矢印は通り過ぎるまでそのパネルを踏み続けなければなりません。さて、ちょっと課題の説明で大変でしたけれども、譜面の難易度が1個上がっただけあって結構難しいです。これとかもねすごいですね。右側の下から左側の下へ一気に移動するところとか、ここのストップもなかなか難しい。この後うまく決まるか。うまい。さすがゆきさん完全に把握してました。さあこの辺りも左右への移動が激しかったりするので、ここの左右間違えたくない。さあこれですね、緑色の長い矢印、右側に偏ってる時が大丈夫。一番怖いのは真ん中の 1P が右を振り続けるから2P に来たりするやつ。そういったところこの後出てくると思いますので、判断遅れないように頑張っていただきたいです。さあこの課題は余裕ですね、おめでとうございます。フルコンボでございました。そう、あの DDRRT、 あのここのタイムが変わるのもどうなんだという感じなんですけれども、この曲を選ぶタイミングも足で操作せざるを得ないので、ここ間違えてしまうと結構あのタイムレスになってしまいます。さあ、D の08課題曲はファイヤー、
かつての、ギターフリークスの初期の名曲ですね。条件は80万点以上取ろうということで、皆様、画面の左下にあります7桁の黄色い数字ご注目ください。このゲームでは、全ての矢印をマーベラスを取ることで100万点になります。ですので、この課題ではそのうちの 80% を狙ってくださいという課題になるわけです。さて、先ほどまでの、ラムールでなんちゃらと、ギリギリ門前ジャクラという先の2曲に比べてスクルージのスピードが速いのと同時に2箇所を踏むところが多くなってます。なので、このスクロールスピードに負けないように、頭のクロックと足の回転を速くしていきたいですね。さあここの配置うまいですね。ダンスダンスレボリューションのダブルが好きな方はね、ああいう配置見ると楽しそうってなると思うんですけれども、今ユキさんが遊んでるゲームはどうやらちょっと D ダイのダブルではないようでして、目線が右に行ったり下に来たりする中、自分の踏んでるパネルは 1P 側なのか 2P 側なのかを頑張って判断していきます。さあ最後の決めダダダダンと決まりました。要求80万に対して97万点ということで余裕ですね。横移動がしたい、横移動がしたい、ちょやめてください、ぶつかっちゃうんで今日。さあ続いての楽曲ボルケーノ、ファイヤーからのボルケーノ、何やら、つながりを感じざるにはいないにはいられないですが、さらに曲が速くなります。どのくらい速いか見てみましょう。結構速いですね。いわゆる、ゲームセンターのダンスダンスレボリューション、いわゆる現行のダンスダンスレボリューションですね、プレイされている方はハイスピードオプションとかを使うのでこのくらいの速度見慣れている方も多いとは思うんですけれども、今回の今ちょっと普通と譜面の見え方が違う状況というのはスクロールが速いというのはそれだけで単純に難しくなります。こういった横方向に大きく動くところ、目線を移動しつつ、右は右足、いいですね。結構足の運び方も独特なことになりますがうまくこなせています。さあ条件ですが、今度はグレート以上を取ろう、またフリーズアローで OK を取ろうで、ライフ15個、お手つきは14回までです。今回はグッドが合格範囲に入っていませんので、コンボを切ってしまうとその度にライフが1個減ってしまいます。あの辺り怖いですよね、そうですね、右側に書いてあっても左側に書いてあっても上は上です。さあ曲が終わったと見せかけてまだ続きます。もうちょっとだけですね、左下が80万を超えてるのでもう少し、そうこれも怖いですね、左側に書いてあるのに押し続けないとダメなパネルは右です。さあお見事でした、フルコンボノーダメージです。さあ E の課題が終わりましたので、ここが折り返しになります。今回、各エリアにある通常課題をすっ飛ばしていくので、その結果何が起こるのかというと難易度の上がり方がとんでもないことになってます。さあ大きくため息が聞こえました。マーズオー3、課題は180コンボを取ろうということで今回の最難関になります。こちらも結構テンポが速い楽曲なんですけれども、こちらですねダンスダンスレボリューションの全体を通しても結構悪名高い方の譜面と言われてまして、その理由はですね矢印の数に対して左右の移動量がおかしいんですよ。実際のマット2つ使うタイプの、ダブルプレイの場合はこれがそのまま、矢印が横に広いというのはそのまま左右の重心の移動量に直結します。なので、今の形がどれほど横に横移動を求められているかというのは、まあ、押して測るべきという感じなんですけれども、今回のいわゆる1コントローラーダブルにおいてはですね、目線を振られるにもかかわらず同じ方向の矢印が続いているので、しっかりとそれを頭の中で変換しながら、これも怖いですね。
ってこの形、左を軸に下と上になってるんですけども、下の書いてある位置がおかしい。さあ条件180コンボを無事に達成しました。この曲ですね、矢印の数が280個となっています。なので、100コンボから後で、コンボを切ってしまうとその時点で失敗が確定してしまいます。さあ無事、要求数を50コンボ60コンボ超えて最後のフレーズ、最後の長押しもしっかりと決めていきましょう。正解フルコンボ、見事です。いや一息でこれで本当に一安心ですね。ほっと一息つきました。ここをめちゃくちゃ練習した時も1回くらいずつやりました。いやそう、正直ここから先よりもよっぽど難しい課題ですね。さあ、G-09 は木星ですね。ご存知の方も多いかと思います。2007年当時非常に流行してましたこの、クラシック曲ですね。かなりダンサブルにアレンジされている曲となっています。条件はダンスレベル A を取ろうということで、目安は80万か82万かそのあたりだったと思います。ところで会場そして配信をご覧の皆様、何か変だと思いません？矢印で矢印のあんな間離れてましたっけ。そうこの課題なんですけれども、一歩踏むたびに倍速が、いわゆるハイスピードがちょっとずつ上がっていきますさあこの辺からも明らかですね。さあでも有名なフレーズに入るのでここで曲がゆっくりになります。そう上がり続けているので、そうですね、これこの段階はまだね縮尺が広がって分かりやすいなくらいでいいんですけれども、この曲この後速度が元に戻ります。元に戻ると何が起こる？速い！この辺りからですね、ちょっとずつちょっとずつ間隔が広がってまして、元の速さの4倍速くらいになってまして、我々でさえシングルプレイですら使うかどうか怪しい速度です。いわんやダブルオヤさあそしてリズムもややこしい中ですが、この曲はここで終わ、おおすごいですねこれ本当に最後まで立ってるだけで偉いので僕がやるとこけます途中で危なかったさあ、難し、ギミックが怖いところ2つを超えまして、残り3つのミッションなんですけれども、ここから結構実力勝負なところが多いですね。まず1本目はサターン、条件は、グッド以上を取ること、そしてフリーザローはしっかりと踏みこなすこと。ライフの条件が今回5つとなっています。なので、お手つきは4回までしか許されません。最初の方は左右に分かれてるんで、そうですね、この辺りははい真ん中を通した、移動になるので、初めの1本だけが逆サイドにあることを意識しましょう。この形もそうですね、とても見た目からは想像できないんですけれども、なぜか左右ここで踏むことができますこの辺りも結構怖い、ずっと真ん中にいるので右左間違えないように。さあ減速が入りまして、その右の矢印離しダメですよここで、で左を残してこっちに踏みます。正解、会場から悲鳴が聞こえてますここの動詞も難しい。さあ上下と左右を繰り返すだけなんですけれども、見た目と違いますね。さあ、もう一回長押しが続くところがあります。上で戻っていく、素晴らしい、真ん中の同時押しで、姿勢と認識をリセットして戻していきます。
最後の決めのフレーズフルコンボです。お見事。さあ残り2問となりました。ここまでミスが本当に一歩もないレベルで続いてきております。さあしかし最後2問ここに来て、エキスパートガイドということで、この曲の中でもかなり、難しい譜面、今日披露する中だと一番難しい場である譜面ですね。単純にこの赤と青の矢印の、航路、いわゆる8分の連打が多いので、動きの頻度が明らかに上がってます。おお当たる正解さあここのサイドをまたいた同時打ち本当に難しいです。1個だけ下がある、うまく取りました。さあ少しリズムが取りにくいところを超えて、停止からの、減速が入ります。さあこの減速めちゃくちゃ難しいです。さあここからはシングル力なので足をうまく組み替えて右を残して、おお繋がった。あさあ、元のスクロールスピードに戻りまして、ここからは長く連なった滝のような矢印をしっかりと踏みこなしていくことが求められますね。あーいや仕方ない、そうこれ音楽ゲームあるあるだと思うんですけれども、1個間違えちゃうとそこから連鎖的に間違えてしまうことが多いので、この辺りをしっかりと認識を戻せるところで戻していきましょう。さあ条件は曲が終わった時にダンスゲージを 50%。 さあここから先でミスしたくない。これギリギリじゃないか、ちょっと 50% ちょうどくらいに見えますが、さあひとまず拍手は聞こえます。この後クリアが出るかどうか。あーダメだ、足りない。いやこういやでも仕方もないですね。そういうあそこで崩れちゃったのが大きかったですね。はいもう一回、このダンスダンスレボリューションスーパーノバ2というバージョンなんですけれども、ダンスダンスレボリューションのな、歴代の中でもゲージの判定が非常に辛いことで知られています。連続でミスすると満タンカーでも一気にすっからかになったりするので、譜面の流れ、なんとなく皆様把握されたかと思いますが、最後の長い連打で、できれば一つもミスしたくないですね。大きいです。調子よかったのがあだとなっちゃったかもしれないですね。さあもう一度ここのノートレ地帯を超えます。フリーザーのこの長押しの踏み替えもうまいですね。当然ながら DDR のこのマット型のコントローラー上に何か乗ってるかどうかだけでしか判定されていませんので、マットの上に何か乗ってる状態を維持できれば右足で踏み始めて左足に踏み替えるとかも許されるわけです。この課題といいますか、このプレースタイルをする上ではかなり重要なテクニックですね。さあここから先、とにかく見逃した時のブーの判定を出したくないですね。分からなくなった時にも少しでも暴れてグッドやオールもそれしないでいきたい。さああとは簡単、お見事フルゲージ、雪辱を晴らしました。よかったよかった。悔しいなちょっといやそうですね、まず3と木製の難しいところを抜けただけにちょっと悔しさも残るところですが、さて、あと2問じゃない、あと1問ですね。このミッションを超えてクリア度が出たところがタイマーストップになりますので準備をお願いいたします。さあ最後のミッションはポセイドンということで、ウラナスポセイドンで、さっき木星なんてもありました。さあ何かが始まりました。みんな大好き、みんな大好き本当に
こちらですね、ダンスダンスレボリューションにおけるなんか伝統的な謎のオプションと知られるウェーブと呼ばれるものでして、矢印が加速と減速を繰り返しながら、判定枠へとつながる近づいていきます。コツはですね、おのおの一番見やすいタイミングがあると思うので、そのタイミングである程度先まで譜面を覚えてしまいましょう。いわゆる瞬間的な数字の記憶みたいなのができる人は得意だと思います。さあ、そして、このポセイドンという楽曲、楽曲そのもののギミックとして、スクロール速度が変わります。俗に言うソフランというものですね。この後一気に減速します。さあ、この辺りは一番開いたタイミングで譜面の先を確認しておく。逆に加速したタイミングでは、縮まったタイミングで譜面の先を確認しておくということですね。一部の人間、ここのメモに書いてあることをそのまま読みますと、減速してる間に先の矢印を教えてくれるので実は簡単だそうです。この辺りもそのままやると結構なスクロール速度なんですけれども、グーッと詰まった時に、前方確認ができるので、確認よしということですね。さあ、楽曲は間もなく終わります。条件85万点を取りました。この後クリアードでタイマーストップです。タイマーストップ、お疲れ様でした。23分42秒どうでしょうか、こちらのタイムは。そうですね、やっぱり最後の裏のスミスしちゃったんで、ちょっとやっぱり1曲分のロスは大きかったなという感じで、ちょっと自己ベストではないんですけども、そうなんですね、一発としてちゃんと30分以内に収まったのでよかったかなと思いました。よかったですね。ありがとうございます。 この難易度で一応は上々だと思います、本当に。はい、さて、これでいわゆる一周クリアみたいな扱いになりますので、こんな感じで演出が入ります。やってない課題にめちゃくちゃスコアがついてるんですけどこれも練習の後ですね。今回ボスばっかりのカテゴリーっていうことだったんですけれども、他にカテゴリーはあるんですか。実はですね、このダンスアシムソンスーパーナナ2はですね、Q1.com にもないんですよね。そうですよね。そう、僕が把握してないってことはないと思うんですよ、おそらく。そうなんですよ、ダンスアシムソンスーパーナナ2のこのモードなんですけれども、ありえないくらい作り込みが深くてですね、解明しきれてない要素が多すぎるせいで、今地球上の人類誰もそもそもカテゴリーが作れないという状況に陥っております。やれることが多すぎるんですね。はい、なのでちょっとゆきさんと木野さんと後でディスコードでちょっとどうするか会議しましょう。はい、そんな感じでですね、先ほどの DDR フォースと、スーパーノバ2引き続きダンスダンスレボリューションを披露いたしました。そんな、RPA を頑張って走ろうとしている人のディスコードサーバーでございます。後ほどX の方にポストしておきます。雄大さんの、アカウントから見てもらえればと思います。はい、よろしくお願いします。というわけで、はい、以上になりますか。そうですね、DDR 1個前の雄大さんの、フォースミックスから見ていただいた方は2作品続けてだったと思うんですけども、我々ひたすらファンだファンだって言ってるBPL B マニプロリーグっていうコナミさんが主催している音ゲーの音楽ゲームのプロリーグの方で、はい、我々ダンサーセブルションの選手として活動しておりました。我々は本当にRTA イベントでの活躍が評価されてプロ入りしたと言ってもね、過言ではないくらいのあれなの で、 そうです、ね、もう本当に皆様に感謝してもしきれないくらいでございます。はい、BPL は今ビートマニア 2DX の方がかなり面白いところになってますので、毎週水曜日 YouTube で放送されてます。興味ある方はぜひご覧ください。見てください。さあ、では次のゲームの紹介どうしましょう。私からしましょうか。大丈夫ですか。はい、はい、続いてのゲームがですね、バイオハザードアンブレラクロニクルということで、機種は Wii、奏者がソードフィッシュさんとなっております。皆さん Wii リモコンを2時間持ち続けたことはありますか。その状態でひたすら正確なエイムが求められるゲームということで、腕と手首がなかなか大変なゲーム、ここまで足が大変なゲームでしたが、ここから先ずっと手が大変なゲームが続きます。奏者の皆様ね、必ずストレッチした上で、そして、完成されている皆様方も時々立ち上がって伸びとかそういうことをして、健康な RTA ライフ、ゲームライフをお過ごしください。